あ、ヒデさん、おはようございます。あ、どうも、おはようございます。今日はよろしくお願いします。いいえ、こちらこそよろしく。あの、いいお店を。いやもうですね、もう念願かなって。いや、僕ら旧車乗りからすると、もうとっても羨ましい。ありがとうございます。旧車乗ってる人、誰しもが多分思ってるかもしれないです。旧車カフェなんて。そうですね。いや、素晴らしい、いい店。まあ、なかなかどこの、まあ、そんな多くはない店なんでですね、やっぱり自分もこう、持ってるから、ちょっと、やっぱりやりたいなと。半分以上のワクワク趣味が入ってます。趣味がこうじて、なんとやらっていうことです、ね。それはなかなかね、趣味を現実にできないですよ。そうですね。やっぱこれもありますしね。まあ一応退職したということで、ね。ああ、なるほどね。ああ、いい、第二の人生を。人生をですね。ああ、なるほどね。まあ、それもあるし、なかなかこう、あの人とのコミュニケーション、もう意外と私、自分好きなんで。いや、もうその人柄がコミュニケーション。もう好きなことをしてですね、話をしながら、もうあと何年先生きるかわからないんですけど。まあ、あと30年、40年ぐらい。まあ少しでもですね、自分が長生きできるように、はい、まあ、ちょっと好きなことをやってみる。いや、それが一番いいですね。好きなことして生きてるのが一番いいです。もう 今この時期ね、なんかちょっと窮屈になって、好きなことするのがいいですね。そうですね、まあ、時期が時期なんですけどね、まあでも、まあ、もうやがてすると、まあ、大丈夫だろうと思うんですけどね。まあ明日、明後日の話じゃないですから ね。何年後、10年後、20年後とかの ね、自分の生活の話じゃないですか。まずこの箱塚スカイライン、2000GT になるのかな。X ですね。2000GTX。もともと X ですね。結構レアなグレードになるのですね。これはもう所有してどれぐらいになるの。これが今、まあ、約10年。ああ、もう結構長い。10年ぐらいですかね。今、スカイライン箱塚、すごい人気が。ですね。10年前だったら、まだ今よりはちょっと価格の方は、まだ、いや、これだいぶ安くしてもらって、あの鹿児島から持ってきたんですけどね、まあ、ちょっと目覚め、ちょっと旧車に目覚めて、もともと車好きだったんですね。そうでしょうね。で、やっぱりこう、なんか昔を思い出すと、ああ、いいな、今こういうのに乗ってると意外とね、かなとか、でもちょっと恥ずかしいなという思いが、ね、それありますね、目立ちますからね。そうですね。ちょっと買うまでいろいろあったんですけど、でもちょっとあるところの博物館に見に行って、もうそれがきっかけでもう火がついて、もうそれからもう買うと、どうにかして買おうと、でネットでずっと知らないで、ちょっと鹿児島でポーンと出てきたんで、意外とこの時は低価格で持ってきました。今だと多分10倍近くしてるんですよ。そう、10倍まではいかんかしらけど、10倍までにかなりね、もう値段がここ4、5年ぐらいで急騰したっていうか、もう手が出せない。もう5倍にはなってますよね。5倍、それぐらいですね。財産ですよね。ちょっとね、僕もね、スカイラインL 型エンジンっていうのがやっぱりどうしても憧れがあって、僕の方はトヨタなんで、まあそんなにね回転数が上がるエンジンじゃないけど、まあ L 型いいエンジン、昔から故障が少ないんですよね。丈夫ですよね、 L 型エンジン。これほとんど壊れた車体はボロボロで、ボディはね、エンジンは生きてるっていう、もうほとんどその状況なんですよね。もうエンジンが壊れているっていうとほとんどあんまりないです。丈夫ですよね、 L 型エンジン。なので、いろいろアフターパーツっていうか、パーツも本当充実してるんで、多いですよね、日産はね。もう向こうの、東京とかですね、あっちの方が、もう旧車関係 の方がこう、いろいろパーツを揃えて、そうですね、ただこれが日産だけっていうのが、本当は、テルタファンの人に対しては、ちょっと寂しいかなと。いや、それも需要がね、需要がありますもんね。だから本当もうパーツにしては本当もう壊れても心配することない。新品が出ますもんね。はい。まだほとんどまだ日産の純正部品として来る部品もある。やっぱどうにかストックしてるんだろうな。まあそれはね。まあ、値段これ純正じゃんとか。値段はそこそこしますけどね。いやもうなんかね、やっぱスタイル的にはもう定番。4枚ドア。
またいいですよね。そうですね。いろいろね、あの、好みが分かれるところがありますね。2、ね、ドアがいいっていう人とね、はい、4枚がいいっていう人、うん。エンジンの方はこれ、ノーマル 2000cc の。これは、ね、うん、2000cc。ああ、2000cc です。はい。それにキャブレーター変えてる。ああ、なるほどですね。これ、もうこのカフェの中に車、掘り込んじゃってますけど、出れるんですか？もちろん出ます。じゃないともうこれずっとこのまま飾り物になってしまう。飾り物になってしまうんで、実際にもう動き回れる車をカフェの中に入れたと。はい、もう現役バリバリの車なんで、ここでこうしてコーヒー飲みながら、自分の車を見ながらコーヒー飲んでも美味しい。いいですね。それは美味しいでしょ。はい、もし自宅だったら、今こうガレージがあってガラス張りにして、家の中から見るっていう。ああ、結構最近ありますね。はい。でもそれじゃやっぱり自分も納得いかないんで、もうボーンって入れました。いや、なかなかね、ちょっと、まあ、車好きっていうか、旧車好きにはちょっとたまらない、この空間ね、はい。こんな目の前でコーヒー飲める、そんな美味しいコーヒーないですか。もう、下手するなら、ちょっとこっちのテーブルをどけて、ここにソファーベッドを置いて、もう一緒に寝てみよう。もう病気ですね。もうそこまで行くと病気ですよ。でも本当そういうことをされる。っていう、なんかこう、本当もう、前はちょっと夢の中だったんですけどね。でも、それが現実になって、なかなか、あのね、やっぱ、理解、周りの方の理解も必要じゃないですか。そうですよね。傾斜を持つ。はい。はい。うん、まあ、その夢、自分の夢をみんなにもこう見てもらいたいなと。うん、いや、素晴らしい。この店内ね、いろいろあちこちこう、車、日産、割と日産を。すいません、日産、あそこに唯一2000GT トヨタは。日産スカイラインが。もう昔からですね。ただこういうのも、あの、ちょっとトヨタで好きな車もあるんですけど、意外とこういうの、プラグ関係も日産しかないんですよね、意外と。こういうね。うん。あのね、ちょっと。でもこれはちょっと少なかったんですよね、セダンの方は。まあ、珍しいですよね。大体スポーツカラーがこういうのってね。大体 GTR とか、そういうのがケメリとかこうあるんですけど、これセダンだったから、あ、珍しいなと思ってですね。当時物ですか？いや、当時物じゃないでしょ。あとからなんかイベントかなんかで作られたんですかね。いやー、すごいな。さっきあのトイレも見たんやけど。トイレとペーパー。どこまで車好きなんやという方なんですね。いやもう、あの、やりだしたらキリがないですよね。ああ、そうです。いや、本当ですよ。ね、もう最初ツイートだと、あ、外して、やっぱこれやっぱダメね。イメージが合わないってやっぱ。いろいろね、あの、随所にあのこだわりがあるんですよ。意外とだいぶ前からなんかストックはしてたんですけど、ね。ああ、なるほどね。うん、なかなか自宅で貼るというともなかなかもう、ね。怒られますね。何も。いや、素晴らしい。これね、車はこう、もう一台あの、はい、あの、ジェットの、はい、31ですね。あれでもしかしたらこう入れ替えたりとか。はい、まあ、良ければもう月1で、ローテーションで。ローテーションで変えようかな。今月はハトスか、ね、来月はジェットか。いや、あの、イベントなんかに行くと、ハトスか、もう、まあ、たまにこう、喋る、あの、お客さんと喋るんですけどね。はい、意外と箱スカって多いじゃないですか。まあ、いや、それ人気があるからですよ。うん、でも多いですよ。だからそれをしていくお客さん、あの見物に来られるお客さんというのが結構多いんですよ。そうですね。で、じゃ3インチで行くと、これまた今度はほとんど来ないんですよ。いや、これこの方はまだ全然結構少ない。はい。後期はですね、たまにこう来たりとか、はい、うん、見たりするんですけど、この前期っていうのがほとんど見らないんですよ。で、これこうしてますけど、これ新車の時からの塗装そのままなんです。ああ、どんな感じの程度は。はい、もうして当時の渡辺とかがついてて、この形の Z って意外とあの流通が ないっていう、あの高かったんですよね。そうなんですね。うん、あの当時、あで、やはりこう何ですか、今で言うならあの美容院の先生とか、ああ、なるほどね。ああいうお金持ちの息子さんたちが乗るような車だと。高級スポーツカー。そうですね。その年代の人たちが食いついてくる。ああ。まあ当時欲しかったけどやっぱ買えなかったと。ドンピシャですもん、僕ら、はい、免許取り立ての頃これが出てた頃。はい。はい、でもうそれで結構だけずっとできると結構子供も
寄ってくるし、あいいです、ね、女性も奥さん連中も寄ってくるしですね、意外と人気があるんですよね。なんていう車ですかこれはって言われるね。あのちっちゃい男の子が食いついてくるのってすごい嬉しくないですか？嬉しいです。楽しいですよね。いやそれがですよ、もう本当何回かすっごい自分よりも詳しい小学生がいて、いや好きなんですよね。そうそしたらお父さんがもう旧車の本ばっかりこうてこうて、もううちには旧車ばっかりの本なんですよ。将来楽しみですよ。一つ一つこのホイールは渡辺のああやその感じとか、僕ら子供の頃ってね車好きっていうのは当たり前、まあ男の子は車が好き、ね、ミニカーが好きとか、うんうん、スーパーカーブームがあったりとか、うんうん、今の子供たちって車に興味がない、うん、今はですね、今大人でも興味がないっていうですね、そうそう若者でも、やっぱイベント行ったりとかして、あの親子連れさんとかが来て、うん、ちっちゃい子供が、ねうん、車に食いつくっていうのはすごい微笑ましいというか、ねうん、頼もしいというか、うん、嬉しくなりますよ、うん、なんかあの今の若者も車真似れっていうのがやっぱりこうどれ見ても一緒みたいな車になって、でああいうイベントに行って初めてなんか車っていうイメージ、その自分が思ってたあれと全く違うんじゃないかなでそういう若者たちが、あ旧車がなんかいいね、こう欲しいねって、なんか乗りたくなったって言って買うっていうパターンがなんか結構今多いらしい。そういう思いを、ね、このカフェでお客さんとかと語り合えたら、うんね、いいですよね、うん、まあ、旧車を改めて間近で見てね、うんうん、どうやって維持していくのとか、まあ、ヒデさんに聞かれたりとかして、そういう苦労があるじゃないですか。ですね、やっぱり旧車っていうのは行くのかはもう自分で多少なり見切らんと、これまたちょっと難しいところがあるんで、もう何かがあって修理工場、何かがあって修理工場に持っていくと、やっぱりいくらお金が経ってもあっても足りないんで、ある程度、まあ昔の車は部品が意外と少ないんでですね、これ中の部品っていうのが壊れたらもうどうも仕方がないけど、もう外側で部品変えるような部品のそういうところ、あこれはここが悪いんだなとか自分で分かればその部品を取って付け替えればいいっていうだけのことだけが、まあ、そういう話もこういうところで、あここがちょっと最近ちょっとなんか調子が悪かったですけど、あもうちょっと見てみようかってしたら、まあここでちょっと、簡単に言えないちょっとさ腰振りをお願いできる。いやあ、そういう情報って大事じゃないですか。そういう情報の場でもありたいな、コミュニケーションができる場所であって、ね、あのつながりができれば、一人ぼっちじゃなければ多分心強く、ね、車を持てる。そうなんですよ、はい、もう自分で心配して調子悪いな調子悪いなと思ってここで見て自分で分かれば、あこれも修理工場に持って行ったらもうすぐ治るからとか、この部品箱を買えればすぐ治るけんって言うて、ちょっとネットで探して、あるけんが注文してごらんって、はい、じゃあここで書いてあるけんとかですね。いや、本当ね、やっぱ知らないと余計なお金が出る。そう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 。ホームセンターでちょっと買ってきたりとか、なんとか応急処置ができるとか、そういうあるんですよね。知恵がね、あのいろんな人から吸収できたりとか、そうですそうです。また、で、旧車乗ってる人ってそういうの簡単に教えてくれるじゃないですか。惜しげもなく。いやこれですね、やっぱり本当自分もそうやって、ありたいなと、やっぱそういう方がおれれば、自分も助かるし、お互いに ねお互いし、それすごい、そうまあそういった感じでもまた来てくれるし、そういう場所になれれば、そうですね、まあ見て、コーヒー飲んで食事してもらうのも一番ですけど、やっぱり車の調子もちょっと。いろんな考えで自分が分からなかったらちょっと私がまた他のものに聞いてこう情報を教えたりとかですね。はい、どうですかね、味の方は。まだ食えてないです。ああ、まだ食べてない。失礼しました。